木原前官房副長官の妻の元夫にかかる不審死、その事件で大きな動きがありました。新しい局面に入ってきたわけですけれど、遺族がですね、今月18日に真相解明を求めて被疑者不詳の殺人事件として警視庁大塚署に、刑事告訴状を提出していたんですが、その告訴状が10月25日に警察において正式に受理されたんですよね。で、前回と同じく、テレビ東京がいち早く告訴状の正式受理を報じて、その後、10月25日から今日にかけて、日本テレビや TBS、テレビ朝日、場合によって NHK というような話もありますが、次々に刑事告訴の正式受理についての報道をしております。それらの報道の中ではですね、木原前官房副長官の妻の元夫の件ということで、つまり木原前官房副長官の名前をも出して、報道していると。さてですね、本日はなぜこれほど早く告訴状が正式に受理されたのかについて話していきたいと思います。専門家である私の予想をも大きく上回る速さで受理されたと思います。で、追ってですね、別の動画で、告訴状が正式に受理された後の今後の捜査のポイントなどについては話してまいりたいと思いますが、本日はまず、なぜこれほど早く告訴状が正式に受理されたのか。まずですね、考えられるのは、あまりの速さにですね、警察当局が政治的な案件になることを避けるために、告訴正式受理に動いた可能性が高いと思います。政治的な動きであろうと何であろうとですね、早期に告訴状が正式に受理されるということは、ある意味いいことではありますが、その一方で、逆にですね、殺人告訴事件の処理についても、これまた政治的な動きで終わらせられてしまうという危険性があるということも考えられるわけですよね。で、間違いなく言えることはですね、自殺だという明確な証拠や状況があって、事件性がないというのであればですね、警察実務的には、告訴状を正式に受理するということはありえません。その意味ではですね、露木警察庁長官が今年7月に事件性はないと言ったことについては、露木長官の発言が誤っていたということを事実上認めるようなことになるんだろうと思うんですけれど、ただ、露木長官においてですね、再び記者会見をしてですね、真相を解明すべく、殺人の捜査はしっかりとやっていくように指示しますと。私の事件性がないというコメントについては、情報不足であったために撤回するなんていう記者会見の発表をですね、してもらいたいと思うんですよね。そうしないとですね、現場の刑事は疑心暗鬼となると。つまり一生懸命やったところで、途中でまた打ち切られてしまうとか、自分らの努力が結実しないと、実らないということになれば、捜査の士気にも影響するんですよね。通常の告訴状の提出及びその後の正式受理というのはどういう流れにあるのかという一般的なことをちょっとお話ししたいと思うんですけれど、通常ですね、告訴しようとする場合は、告訴人側が警察庁、あるいは警視庁本部、東京以外であれば県警本部などに告訴状を持参して、告訴状の中身を警察官に説明するんですよね。その上で警察の方はですね、じゃあその写しを預からせてくださいとって言うんです。告訴状の写し、つまり、署名等もない、ようなものをまず受け取るんです。告訴状の原本はその時は受け取らないんです。告訴状の原本を受け取ってしまうと、告訴状を正式に受理したというような考えを告訴人側に与えてしまうので、あくまで最初は告訴状の写しを預からせてくださいと言うんです。でその上でですね、何回もやり取りを告訴人側と警察などでして、で、しかる後に、告訴状が正式に受理しても良いというような警察の内部決裁が下りれば、その段階で初めて告訴人側に連絡が来て、告訴状原本に印鑑をして、日付を書いて、警察に提出してくださいと言われるんですよね。今回もですから、10月25日に正式受理されてるんですが、その前日あたりに告訴人側に原本に印鑑をして持ってきてください、というような連絡が来たようです。で、告訴状の写しを提出してからですね、告訴状を正式に受理するまでは通常ですね、1ヶ月ぐらいから長ければ1年以上かかります。ただですね、告訴状といってもいろんなパターンがあるわけですけれど、器物損壊で明々白々車を壊された。で、告訴したいというような場合はもう証拠も状況もはっきりしているので、その場合は告訴状はほぼすぐに受理はされます。しかも受理しないと、器物損壊は親告罪といって告訴状がないと処罰できないので、早々に告訴状はもうほぼ即日ぐらいに受理するんですけれど、その以外の証拠は若干複雑だったりとか、あるいは犯人がこの人だということで必ずしもわからないとか、いうような場合には今申し上げたように、警察内部で告訴状の写しを受け取って、いろいろと調査したり、協議したりする。内部決裁やなんかを得るのに時間がかかるので、通常は1ヶ月前後ぐらいはかかる。それが極めて短期間で、その受理されたということについては、今回はですね、おそらく政治的な動きがあったんじゃないかと思うんです。言うなればですね、大塚警察署に告訴状は提出しているんですが、大塚警察署限りで正式受理をしていいかどうかというのは決められるわけでは到底ないんです。今回も警視庁本部、あるいは警察庁からの正式受理で OK という、承認を得て、決裁を受けて正式受理の扱いになったと思うんですよね。おそらくテレビ東京などがですね、この告訴状を提出したという報道もしたものですから、徐々にマスコミも注目していると。そこにおいて臨時国会が開催されていると。臨時国会の中でですね、国会議員から政府に対して安田種夫さんの遺族が告訴状を提出したけれど、どうなってんだと質問を受けると。で、まだ検討中ですとか言ったら、なぜ受理しないのかと、追及されると。そうするとすぐにですね、政治問題に発展しかねないと。国会が開かれているということに鑑みて、政治的なそういう配慮の下で、早期に受理したと。おそらく警察庁と総理官邸側との間でも、告訴状が提出されたと。早期に正式受理をするというようなやり取りないし合意が、なされていたということもあり得ると。特にですね、警察庁の露木長官が今回の案件については、事件性がないというふうに会見で言い切っていたわけですから、告訴状を受理するということになった場合は、警察のスタンスの整合性にも問題が出るということなので、その意味ではいろんな問題があるんですが、それよりも政治的な案件に発展してはいけないということで、おそらくもう正式受理をするという結論先にありきで、自主的にこの告訴の内容で受理していいかどうかっていうのをきちんと精査するということもなく、右から左へ告訴状を受理する。で、告訴状の訂正もなく受理する。そういう流れになったと思われる。それが自然な見方ではないかと私は見ております。で、特にですね、警察庁の前の長官である栗生さん、現在のですね、内閣官房副長官なんですが、まさに官邸の中心人物に今なっています。とするとですね、現警察庁長官の露木さんと官房副長官の栗生さんは、簡単に意思疎通ができる間柄なんですよね。そして、栗生官房副長官は、木原前官房副長官と同じところで仕事をしていたということで、クリュウさんと木原さんとは結構一緒にどっかに行ったりとか、週刊文春でも報じていたんですよね。まあ、こうした政治的な動きが、あるというふうに見るのが自然なんですが、ただ、先ほども言いましたように、告訴状が正式に受理されること自体は良いことだと思います。これが逆に今度は政治的な動きで簡単に終わらせられてしまうという危険性があるということについては、今後の見守っていかなければいけないと。そうさせないためにもですね、今後我々は何を見ていくのか、今後の捜査においてどこがポイントなのかということについて、別の動画でですね、お話ししたいと思っております。最後にですね、今回、告訴人の一人である妹さんの言葉を紹介 したいと思うんですけれど、やっとここまで来たという思いです。正直、嬉しさと不安が入り混じっている。やっとスタートラインに立てたという考えがある。今まで一喜一憂して生活してきたけど、今日のことであまり喜んで、また奈落の底に突き落とされるのではないかという自己防衛の思いもある。捜査がどう進むかはまだわからないけれど、警察の人に、期待すると。日本の捜査一課の方々が動けば事件が解決に向かうと信じているというようなコメントをしております。私もですね、この遺族の方の思いを、警察も十分に感じ取ると思います。まさに、頑張れ、現場の刑事魂を貫いてという思いを込めて、私の使命とさせていただきます。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人はチャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。